今年もよろししくお願いいたしますす仏教オンンライン講座スタートです今日はですね、2024年の月めくりカレンダーですねえ。こちらの1月のところから読んでいきたいなと思いますえ。いつも観察モードで気づきに満ちた人生を送ってみましょうという言葉ですね。これが1月のカレンダーの言葉です。一応今手元にありますけどね、こちらですね。 でそのコラムの部分なんですけどコラムの部分をまず読んでいきたいと思います私たちが人生に不満や不幸を感じる理由を知っていますか一言で言えばぼんやりしているからです仏教ではぼんやり生きることを法律と言いますそれには世間のルールに振り回され忙しく生きることも含まれていますブッダが推奨するのは いつも観察モードで物事の本質に気づく生き方です。観察が私たちを自由にするのです。というコラムの内容です。でこれ、では、どういう経典から取られているのかなっていうところを見ていきたいと思います。はい、こちらです。これ、マンガラスッタン。えー、結構皆さんご存知の方も多いかと思いますけど、まあ地上経っていう経典で、えー、よくあの、 テーラワダ仏教の法要なんかで、毎回必ず唱えられる経典ですね。えーまあ、これは、あの、勝負、えー、少女というところと、あと、教習というところに入っている経、えー、典なんですけど、なそこの一部ですね。そ,その第7弦のところに出てくるのが、こちらの猫ちゃんの言葉ですね。アーラティビラティパーパー、マッジャパーナーチャサンヤモアッパマードーチャダンメイス、エータンマンガラムッタマン。 でこれは基地、えー、教の第7ゲというところですね。これはあの日本テラワード仏教協会の日常独自経典のところの読みは以下のようになります。悪行為、かっこ不全行為を犯さないこと、えー、飲酒を自制すること、全、え、法、ー、において怠けないこと、これが最上の吉祥です。というのがこちらの。 言葉の元ですねですから、この後半の2行ですね、前方において怠けないこと、これが最上の結晶ですというところが、いつも観察モードで気づきに満ちた人生を送ってみましょうっていうふうに意訳したところなんですけど、ちょっとあの、この日本語の日常独自協定に載っている日本語の訳と、ちょっとこちらの意訳が合わないなーっていう風に感じるかもしれません。それについては、後ほどちょっと、えー、説明をいたします。それでですね、この 吉祥京が載っている経典のセットは二つあるんですけど、一つは、あの、少女っていう、あの、クッダカパータっていう経典のセットでありまして、もう一つは教習これはスッタニパータっていう名前でよく知られてますね。で、スッタニパータの方がすごく有名なんですけど、少女って言われても何だかわからんっていう感じだと思うので、その説明をちょっとしたいなと思います。クッダカパータについて、少女クッダカパータは、 9つのテキストを収めた小さな経典集です。見習い僧侶。これはシャミですね。サーマネーラ。これは正式に出家する前に、しばらくの間、見習い僧侶としているんですね。これはサーマネーラっていうんですけど、まあ、シャミ。いわゆる日本でいう小僧さんですね。その小僧さんたちが最初に学ぶべき教えをまとめた経典のセットだというふうに言われてますね。パーリ教像五部。 またちょっと専門用語出てきちゃったんですけど、あの、パーリ協定っていうのはですね、5つのセクションに分かれてるんですね。D がニカーヤ、マッジマニカーヤ、サンユッタニカーヤ、アングッタニカーヤ、それからグッダがニカーヤっていう5つに分かれていて、まあ、それぞれまとめ方に特色があるんですけど、割とその他もろもろみたいな感じでまとめられてるところがグッダがニカーヤなんですけど、そこの一番最初に置かれているテキストなんですね。でそので、ね、とりあえず出家したての 小僧さんがまず最初にこれを覚えなさいっていうような感じでまとめられたというふうに言われております。それで構成はどうなってるのかというと次のページで説明いたします。はい。クッダカパータの構成テキスト。えー、これは9つありまして、えー、一番最初は三期これな、サラナ・タヤンですね。タヤンっていうのはこれあの3つのっていうですね、意味で、サラナっていうのはまあ、期するっていう意味ですね。 三期これは、ブッダンサラナンガッチャーミ、ダンマンサラナンガッチャーミ、サンガンサラナンガッチャーミっていうやつです。あれのことですね。本当だ、基本中の基本。まあ、私はブッダとダンマとサンガに帰省しますって、そのまあ、自分の仏教徒の宣言。そのための言葉ですね。それが三期これ、上一番最初に入ってます。で、二番目が自由学書。ダサシッカーパダンですね。 これは、あの、シャミの十回って言われてましてまし、あの、見習い僧侶の小僧さんが守るべき戒律。これが十回ですね。これが、あの、並べられています。で、次、三十二神僧っていうふうに訳しましたけど、えー、ドワッティンサーカーロー。これは、あの、簡単に言うとですね、体の様々な、まあ、部位といいますか、体の、 パーツをです観察することによって、体は不浄なものである。そんなあの価値のあるものではないんだ。どちらかというと汚らしくていとうべきものだということを観察する。ケイサー・ローマー・ナカー・ダンター・タチョウって、僕も一番最初の5つだけ覚えてるんですけど、ケイサー・ローマー・ナカダンター・タチョウって。ケイサーっていうのは髪の毛。ローマーっていうのは体毛ですね。ああ男だったらひげとか結構あります。 それから中っていうのはですね、あの、爪。それからダンターっていうのは歯。それから多蝶っていうのはこれは皮膚。なんですね。ですけど人間のその髪の毛ってほっといたらなんかぼーボ生えてくるし、体毛も,もは手入れしないとどんどんだらしなく生えてしまいますよね。で、それ自分のその切った髪の毛とかってもう、その時点でゴミじゃないですか。どちらかというのいあの、もう見たくないような。 汚いゴミですよね。あの、中、爪もそう。爪もだって、歯を取ったらどんどん伸びちゃうから、定期的に定量しなきゃいけないし、自分が切った爪を見て、なんか惚れ惚れと思うことはないですよね。それから歯。歯っていうのも、なんか病気になったら、抜いて捨てなきゃいけないものですよね。あと、ま、子供の場合は、ま、どん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 、あの、乳歯から永久歯に変わるんで、 まあ永久死って言っても永久ではないんですけど、そ,のそれでどんどんボロボロ取れていって捨てていかなきゃいけないものですよね。それから皮膚。皮膚も皮膚の上からどんどんその赤がたまって、汚いものがいろいろ体液とか汗,汗とかですね、いろいろ出てきて汚いらしいけど、いつもきれいにしなきゃいけないものですよね。常にあの自分が手入れしなきゃいけないものという意味で、ケイサーアローマー中アダンタータチョウ、髪の毛、体毛、爪、歯 それから、皮膚ですね。っていうものをまず観察。出血するときに観察するんですよね。で、それ以外に、あの、他にもいろいろ体の様々な内臓とかですね、あの、体から出てくる様々な分泌液とかですね、え小、ー、便、大便とか、そういうものに対して、もう全部数,数え上げて、いかに自分の体が不穣なのかということを観察すると。それが、あの、三十二神層でね、ってやつですね。それから、同脂肪。 これはクマーラ・パンハーって言うんですけど、これはあの、ある天才的な、もう子供の頃にも荒間に悟ってしまったシャミの少年が、まあ、真理について、エーカナーマキンサッエーサッターアーハーラッティティカーっていう、まあ、第一に、一とは何か。全ての生命は栄養によって生きているんだ。というふうにういう感じで、そういうあの、 もうズバリとその物事の本質を捉えた数え歌があるんですね。えドゥエ・ナーマ・キン・ナーマンチャー・ルーパンチャーだったかなあの。まあそういうふうにあの2つとも何か。それはナーマとルーパーえ。要するに心と体であるというふうに言ったりとかですね。そういう感じで数えていく。1、2、3、4、5、6、7、9、10まで数えるんですね。その真理の数え歌みたいな感じの あの、経典が入ってますね。で、あの、5番目に入ってるのが、あの、基地状況、マンガルスッタン、えー、今日読む経典。今日はちょっと一部だけしか読まないんですけど、あの、カレンダーに何,何箇所も載ってるんで、何回かに分けて、あの、じっくりやりたいと思うんですけど、これは今日、幸福の条件っていうふうに。すいません、ちょっとなんか、風邪気味というか、喉が、あの、意外がしてるもんで、ちょっと、お聞き苦しいかもしれません。 えー、そういうういいの条件っていうふうにまとめましたけどねでは宝経、これ、ラタナスッタン。あこれも有名な経典ですよね。必ずあの法要なんかの時には唱えられる経典で、これは三宝来三仏法僧の徳についてですね。いろんな角度から教えている経典ですよね。で、7番目の古外経、ティロをクッタスッタン。これはあんまり皆さん知らない。 と思うんですけどこれ先祖供養について、まあ、あの先祖って言っても餓鬼ですね。餓鬼の供養についての経典です。それから、福造教、えー、ニディカンダスッタン。これは、功徳業の勧すすめですね。まあ、よくあの、いろいろ法話とかでも言われますけど、私たちはいくらな財産をあの積み上げて、俺のものだっていうふうに言ってても、死ぬときには全て捨てていかなきゃいけないなと。 でも自分が善行為をした、その功徳、それだけは自分自身の宝物として、あの世に持っていけるんだよっていうことです。それをまあ教えてる経典ですね。結構まあドラマティックに教えてる経典ですね。それから9番目が辞、えー、め滅多すったんですねで。これは慈悲の実践について教えた。まあ、皆さんまあ暗記している方もいるんじゃないかなっていう感じです。まあ、あのこれも法要で必ず唱えられる経典です。 えー、このクッダカパータですね、えー。このセット、経典セットというのが、ま,あ、まずあの、シャミ、見習いの,あの小僧さんがこれを覚えなさいというに言われる経典だそうです。で、あのここに事情級も入っていてあの、今年のこちらのカレンダーは、こちらのクッダカパータから取った経典が結構多いので、えー、一番最初にとりあえずご紹介しておきました。 それで、基地状況、この基地状況どういう経典なのかっていうのは、まあ、あのー、一番最初のね、あの、この経典の一番最初のところを読むと大体わかります。基地上京、万からすった、神々と人間の世界を貫く最高の幸いっていうふうに、えー、一応、入れました。まあ、この、 このゆるねこ武器オンライン講座、よく出てくるんですけど、なんかとりあえず女神がやってきて、お釈迦様にいろいろ質問するっていうパターンが多いんですけど、この経典もその代表格ですね。で、あの、これはすごい、非常になんか定型的というか、あの、このフレーズから始まる経典ものすごくたくさん、何百ってあるんですけど、その代表的な形がこの漫画のフッターなんです。ちょっと読んでみたいと思いますね。 エワメスタンエカンサマヤンバガワサワティアンウィハラティディタワネアタピンディカサアラメアタコアニャタラディワタアビカンタヤラティアアアビカンタワナケワラカパンジェタワナンオバセトワエナバガワテーナパサンカミウパサンカミトワバガワンタンアビワデトワエカマンタンアタシー エーカマンタンティターコーサーデーワタバガワンタンガターヤアジャバーシーっていう感じなんですけど、これ日本語を訳するとこうなります。このように私は聞いております。A1 名スタン。これはあの、経典は必ずこれから始まるんですね。ニョゼガモンっていうふうに漢字で訳されますけど、このように私は聞いております。ある時セソンは遮影城のっていうのは、 えー、エーカンサマヤンバガワーサーワティヤンビハラティ、まあ、シャエー城に住んでおられた。えー、でジェータはね、アナータピンディカス・アーラーメイっていうのは、ジェータ、ジェータ王子っていう人が、あの、持っていた土地。で、あの、アナータピンディカっていうのは、このアナータピンディカコジですね。アナータピンディカコジっていう方が、お布施をした。で、アーラーメイっていうのは、まあ、公園っていうか、まあ、そういう、まあ、土地というかね。 マー、まあ、ラーマーっていうだけで、まあ、創印みたいな意味もあるんですけどね。アーラーですね。で、そこに、まあ、とにかくお釈迦様がおりましたと。で、アタコアンニャタラデーワタービッカンターヤラティアビッカンターワンナケイワラカッパンジェタワナオーバーセットワイエナバガワテーヌパサンカミっていうところで、まあ、その時一人の様式うらしい天人が夜半過ぎにギオン、ギオンですね。ジェタワ、ジェタワナっていうことでギオンって言ってますけど、ジェタワナをくまなく、 照らして、セソンのおられるところに近づきましたと。で、近づきましたところはテイヌパサンカミですね。で、ウパサンカミとはバガワンタン、アビワデットはエーカーマンタン、アッターシーってところで、近づいて、セソンに礼拝して一方に立ちました。まあ、女神はあの突っ立ってるんですね、基本的に。座れない、足がないから座れないのかな、よくわからないんですけどね。突っ立ってるんですね。 で、エカマンタンティターコーサーワタバガワンタンガーターヤアジャバシー。さて、一方に立ったその天人は、セソンに資源によって申し上げました。で、資源によって言ったのがガーターヤですね。死によって、あの死のことをガーターって言うんですね。死によってアッジャバーシー。で、その、あの、申し上げました。っていうことになります。次です。で、ここからが女神の質問ですね。 バフーデーワーマヌッサーチャー、マンガラーニアチンタユン、アーカンカマーナーソッターナン、ブルーヒーマンガラムッタマン。これ、訳すると、たくさんの天人。天人というのがデーワーですね。天人や人々。人々というのはマヌッサー。インドの言葉で、人間のことマヌッサーって言うんですねで。デーワーとマヌッサー。じゃこれで、あの、天、天人。 神々と人々っていうふうになるわけですね。フーってのはたくさんっていう意味ですね。マンガラにアチンタユンっていうのは、まあ、吉祥、まあ、幸運なるものみたいな。幸いなるものについて考えてきましたってことですね。ワーカンカンマーナーソッターなんていうのは、まあ、これは幸福を願って。で、ブルーヒーマ,ンガマンガラムッタマンっていうのは、おときください。 我々にお解きください。まあ、命令というかお願いしてるわけですね。ブルーヒー、マンガラムッタマンっていうのは、マンガラっていうのはこの幸いなる吉祥みたいなものですね。で、ウッタマっていうのは最上のも、最も優れているものという意味になりますね。そのように、あの、神様が、女神様が、お釈迦様にお願いをして、その問いに対して、シャクソンはこれから11下にわたって答えていくわけです。 えっとそれで、ここからシャクソンの答え。ざっと概要だけ示します。それ、第2下から第6下では、主に、社会人として世俗の幸福に達する条件。これについて語っています。それで、第7下から第10下これは、仏道を実践して出世権の幸福に達する。 そのためにはどうすればいいのかということが解かれます。そして第11下と第12下で、涅槃を体得した聖者の解放された心とはどういうことなのかということを語りますね。そして第13下でお釈迦様の結論。で、結論を述べて終わりというふうになってます。えー、このように段階的に最高の幸いへの道が解かれますが、 今日取り上げる基地状況の第7件のみを、えー、取り上げても、取り上げて、取り上げてってなって申し訳ない。変ですね。えー、下脱に達するための条件が完全に解かれていると言えるのです。ということです。ですから、前もあの、辞教の説明を、えー、去年だか一昨年だかしたときに、まあ、辞教の中の小辞教みたいな感じで、えー、辞教の第3件ですね。 <いけ>なーちサチャレキンチーエナビニュパレーウパワデンスキノワケーミノホントサンベサッターバーワンタッタッと、えー、理性ある人、見識のある人に非難されるようなことはどんな小さなことでもしないように、えー、自分を戒しめましょう。見識ある、知恵の,知恵のある、えー、指揮者の人々から えー、叱られるような、ちょっとあなたこれはどうなのっていうふうに言われるようなことはしないようにしましょう。っていうことと、ええー、まあで次、で私たちはこういうふうに念じていきましょう。健やかでありますように、安らかでありますように、生きとし生けるものすべてが幸せでありますようにっていうふうに念じていきましょう。っていう、まあ、すごくい訳すると、そういうふうになる。 芸がありましてまあそれはだ自教全体の中でその一芸だけ取り上げてもある意味完成している芸っていうふうにそういう形で自教の第三芸についてあの説明したことあるんですけどこの吉祥京に関してもまあ吉祥京はもっと顕著にそれがあって,ああって、まあ、それぞれその 例えば、世俗的な幸福を求める場合と、出世権的な幸福を求める場合とか、まあ、いろいろあるんですけど、その一つの下だけ取り上げても、まあ、それで完成している。完成しているんだけど、それ一つ一つ、その鎖の輪,輪っかみたいに繋がって繋がって、一つのチェーンになってるっていうところもあると。そういう二、ね、段構えになっている聖典であるっていうふうに言えるんですね。ですので、えー、先ほどもちょっと紹介したんですけど、えー、基地状況の第七下 のところをもうちょっと深掘りしていきたいなと思います。もう一度繰り返しますね。アーラティ・ウィラティ・パーパー、マッジャパー・ナーチャ・サンニャモー。こっちはちょっとサンニャモー直してあるんですよ。すいません。さっきはサンニャモーになってました。こっちはサンニャモーになってます。ちょっとこれは、あの、経典を書写するときのちょっとした違いで、えー、ミャンマー版とかスリランカ版とか、あのタイ版とか、ちょっと微妙違うんですね。これサンニャモーっていうのは、まあ、教会の え、バージョンで使ってるやつなんで、まあ、サンニャモンです。なってます。まあ、意味は同じです、基本的に。アーラティビラティパーパーマッジャパーナーチャサンニャモン。アッパマードーチャ断名ス。エータンマンガラムッタマ悪行為、過去不全行為を犯さないこと。飲酒を自制すること。前方において怠けないこと。これが最上の基地上です。ですが、この場合は、まあ、やっぱり悪いことしない。 まあこれはもう当たり前って言えば当たり前なんですけど、それから飲酒、酒飲まないようにしましょう。ということですね。それから前方において怠けないこと、ちょっとこれはわかりづらいんですけど、まあ、仏法について一生懸命それを勉強しましょう。仏法を一生懸命実践しましょう。ですね。怠けないで。これが最上の吉祥ですということなんですけど、これはこれで、あの、ちゃんとした、あの、立派な役です。 で、次は、あの、この下だけをちょっとブラッシュアップして、この下だけ取り上げてえ、そこに、あの、まあ、全体の完、全体的に完結したものを、そこに見出そうとしたらどうなるかということですね。はい。で、ここから基地状況の台7げームで終わます。アーラティ、ビラティ、パーパー。これ、アーラティっていうのは、あの、アーラティもビラティもちょっと離れる。やめるとか離れる。 っていうような意味なんですね。縁がちょっていう感じ。もうやめたっていう感じの意味で。で,で、えー、何をやめるのか。何から離れるのかっていうと、これはパーパー。これは罪。パーパーっていうのは罪なんですね。これはね。罪悪っていうふうにうもんで。なんです。で、これは、パーパーっていう場合には、あの仏法で、仏教の世界でパーパーっていうと、これは十悪業 のことを指すことが多いですね。で、従学っていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、一応、まあ、書いておきますと、真偽の三号が作る十種の罪ですね。すなわち、殺生、不予種、邪因。要するに、あの生命、生命を殺すこと。与えられていないものをパッと取っちゃうこと。自分のものでもないのに取ってしまうこと。さあ、どうぞと言われてないのに、勝手に取っちゃうことですね。 ですから、まあ、あの盗みっていうのも言われるんで、盗みよりもうちょ,ちょっと幅が広いんですよね。それから、邪因。これはまあ、横島な性行為ですよね。そういう世の中から非難されるような性行為。邪因。それから、盲語、利権語、総悪語、季語っていう4つあるんですけど、これはもう、盲語っていうのは嘘ですよね。利権語っていうのは陰口。 あいつはあそこでああいうこと言ってたよとかって言って、いろいろな人の悪口をあちこちに振らして、人の仲たがいをさせることですね。その粗悪語っていうのは、これはもうすごい汚い言葉で相手を罵ったりすることですよね。それから記語っていうのは、これはまあ無駄話。どうでもいい無駄話をベラ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 ずっとすることですね。この4つがあの、あの、苦語というか言語の言葉の罪ですね。それから、貪欲心真に邪見 これはあの心の、心の悪行為で、貪欲ってのは、これはもうなんかあの、ただの欲というよりは、もう異常な欲ですよね。もう全く理性がぶっ飛ん,じゃぶっ飛んでしまって、わけもわからず、なんか物を欲しがったりとかするということですね。それから心に、この場合の真には、真にもやっぱ異常な怒りですね、実際は。理性がぶっ飛んだ、いあの、なんか、 な、な、なんで怒ってるのかわけわかん、それすらわからないような感じでも、我を忘れて怒ってるような状態ですね。それから邪険。えっと、この場合の邪険はですね、一言で言うと、まあ、原因に結果がないっていうようなことですね。だから、いいことしても、悪いことしても関係ねえよ。そんな、結果なんかど、そんな、 あの、いいことにいい結果があるとか、悪いことに悪い結果があるってことは関係ないんだ。ということで、道徳を完全に否定するような、えー、考え方ですね。一言で言うと。それは離れた方がいい。そうすると、まあ、道徳を完全に否定するような考え方に頭取り、取り付かれてると、何するか分かんなくなっちゃいますから、そういうものはまず離れた方がいいってことですね。まあ、ですが、もう少し広く取ると、 なんか自己破壊をしたりとか、そう、だら、自分が精神的に堕落してしまったりとか、あとなんか他,他者をひもう非常にこう、非常に攻撃したり、反社会的なことを,を自分に促すような。自分は反社会的な行為をして、他人にも反社会的な行為をさせるような、そういうアイデアですね。そういう思想とか、イデオロギーとか、宗教とか、ポリシーとか、そういうものですね。 そういうものから離れなきゃいけないっていうことですね。だからまあ、人間なかなかの証券っていうね、その正しい見解っていうかまあ、その、いわゆる全ての,あの相対的な見解を乗り越えて、乗り越えて、真理に達するっていうのはなかなか難しいんだけど、とにかく、堕落、自分が堕落していくような,なアイディア、堕落さ、自分が堕落してしまうような思想とか思考みたいなものからは、とにかく離れましょう。離れないとやばいです。ことですね。 その重枠から離れる。まあ、これはまあ、簡単に言うと、戒律道徳の実践っていうことになりますよね。殺さないってことを実践すれば、まあ、それはまあ、すなわち生命に優しく生きるということになりますし、与えられていないものを取らないっていうことも、ポジティブにすると自分からどんどん人に与えるということになるし、まあ、邪因っていうのもまあ、 そうですね。まあ、とにかく人から信頼されるようになる。だから、人と話していて、なんか、あわよくば下心を出して、なんとかするみたいな、いう気持ちがない、この人と話してると、すごく信頼で,できるっていうような、そういう人間になるというふうに、ポジティブに捉えることもできるし、盲語を離れるっていうのは、まあ、ちゃんとその誠実に、正直に話すということにもなるし、で、理見語を、 しないっていうのもポジティブに捉えると人を仲良くさせるようなことを喋るということになるし粗悪語をやめるというのもポジティブに捉えれば優しい言葉、愛語ですねいわゆる優しい言葉で人々と話すとで記語をやめる無駄話をしないっていうこともで逆に相手と相手に必要な情報だけを喋るというあの人はあの話が短くていいねっていう <laughs> 話、短いけど、ちゃんと何を言ってるか分かるっていうね。あの人と10分くらいずっと喋ってたんだけど、結局何食いたかったのか全然分かんなかったみたいな、そういうことがないってことなんですよね。それから貪欲とか心理についても、まあ、要するに、あの、怒らない、慈しみを持って生きるということになるし、まあ、これ人格の問題ですよね。<laughs> 怒らない、欲をかかない、まあ、そういう安心できる人間になるってことですね。 邪犬を離れている場合はあの、人からいくら先導されて、わーってなんかいろいろみんなが動揺してしまうときでも落ち着いていて、それちょっと違うんじゃないっていうふうに言えると。えー、自分も身を道を踏み外さないし、他人が道を踏み外しそうにな,なったときもちゃんと守ってくれるって、そういうね、しっかりした人格がそこで出来上がっていると。 いうことになるわけですね。ですから、これは道徳の実践。アーラティビラティパーパーってところからそういうふうに言えるわけですね。それから次、マッジャパーナーチャサンニャも、これは酒を、飲酒を自制するってなってるんですけど、だこれもうちょっと広く捉えてもいいと思います。これは、マッジャパーナーってのは、酔わせるものというふうに捉えて、 酔わせるものを自制することっていうふうに捉えてもいいんじゃないかなと思いますね。あの、意味的にはね。で、この場合は具体的にどういうことかっていうと、六根、これ、感覚器官の防護ということになりますよね。で、それは、現に、b 絶身、意に触れる、色象を、公、未、則、方に酔いしれて、理性を失って、 妄想世界をさまよわないように自己制御するということになりますね。だから、ね、目に入る色ですね。色と形で。耳に触れる音。鼻に触れる匂い、香りですね。舌に触れる味。体に触れるいろんな感触。で、心に、いいですね。心に触れる様々な概念とかアイディアとかですね。いろんなイメージですよね。 そういうものに人間大体取り憑かれてしまって、それに依存してしまって、酔いしれてしまって、えー、そのだから感覚の対象を追い求めて追い求めてずっと生きていくことになるわけですよね。そうならないように、えー、ちゃんとフィルタリングして、まあ、もちろんその認識自体をやめることはできないんで、その認識しながらも認識対象に足を取られて、それに依存してズブズブズブってなって、 我を忘れてしまうというかね。妄想の世界にどっぷりと使ってしまうことがないように自分をちゃんと制御するということですね。これがマンジャパーナーチャサンニャモンを少し意味を拡張してみるとこうなると思いますね。ただお酒やめろってことじゃなくて、酒っていうのは人間を酔わせるものの、物理的に酔わせるものの一つに過ぎないですよね。まあそれ以外にもいろんなものに人間は酔うんですよ。だからグルメの人だったら本当味。 味というか食べるものにずっと依存して、それ、それのことばっか考えてるわけだし、まあ、性的なものに依存する場合もあるし、音楽に依存する場合もあるし、あるいはその様々なその映像コンテンツとかね、まあ、ゲームとかもそうですけど、まあ、まあゲームに依存してる、<laughs> まあ子供なんかゲームに依存してる人多いし、大人でもスマホずっと見てる人いるじゃない、いるじゃない、まあ僕もそうだけど、ながらっていうと。 ずっとスマホ見てしまう、ついついつスマホ見てしまうみたいなのもあるし、それは完全に依存ですよね。それもなんか結局酔うことなんですよ。ずっとそ酔っ払って、その感覚器官に,には入ってくるさまざまなあの情報に、ずっと依存して、それに引きつけられてあの、酔っ払ってる状態と同じ。だから別に酒飲んでなくても、スマホ依存みたいになってる状態でも、酔ってることと同じなんですよね。 で、まあ、それ以外も例えばそのえなんて、最近もそのインドとかでね、あのモディさんって人がそのわざとそのヒンドゥー教至上主義みたいな感じでえ、インドのモディ首相って人がね、国内の,その宗教対立を煽り立てるようなことをいろいろやってるわけですよね。でそういう形、あとは、まあ、戦争なんかする場合でも、我が国の危機だってって、我が国のために国民は立ち上がれっていうふうに言って、国家というその幻想に。 幻想を使ってみんな弱わせるわけ、国民弱わせるわけです。それでみんなもう理性がなくなって、あ国のために戦わなきゃとか、我が神のために戦わなきゃっていうなって、じゃあそのわが神、我が国家の敵であるあ、あいつらをやっつけろっていう形で戦争をやったりするわけです。あとは戦争じゃなくても、その宗教紛争とか、今世界中で起きてますよね。 自分たちを攻撃するやつは人間じゃないみたいな感じあいつは動物だから、動物はみたいと同じで、狩りの対象なんだみたいな感じで平気で言ったりしますよねで。そういう、もうすごいヘイト発言に対して国民もそ熱狂するわけですよね、それに。だそういうふうに、えー、そういう神,神とか宗教っていうか、それが国家、ナショナリズムみたいなものとか、あとそれはさまざまなイデオロギーですよね。 そういうもの全部酒と同じなんですよ。はっきり言えば。で、酒だったら自分が酔っ払って、我をなくすだけで終わり、それだけで終わりますけど、あ酒よりやばいあ、やばい酔わせるものって世の中にたものすごいたくさんあるんですよねで。むしろそっちの方がやばいっていうことも言えるんですよ。どちらかというと。だ個人の朗読ってことで言ったら、まあ、酒を飲まないとか、タバコを吸わないとかっていうところで済みますけど、もっと社会的なレベルでの、 人ををせるものにつついいててはあんんまみなな気をつけてないですよねむしろそっ,ちがそっちがやばいしそっちをほっとくとそれこそ世界が破滅するぐらいのことにはなりかねないわけですよ。人がいくらら酒飲んだってそんな大したことにはならないですよ。まあその人本人にとっては大変なことだけどね。 でも宗教によったり、ナショナリズムによったりしたら、もう大変ですから、何百万とか何千万って人がそれ死,死ぬようなことにもなりますっで、そういう酔わせるものにも気をつけなきゃいけないということですね。まあ、ちょっと話が大きくなっちゃったんですけど、とにかく六根の防護をしなきゃいけないんですよ。でその、その宗教とかイデオロギーの場合は、これはあの心に触れる。 意に触れる概念ですよね。意に触れる概念によっても、も心がかき,もかき回されてかき回されて酔っ払ってしまって、我をなくしてしまって、えー、理性がぶっ,ぶっ飛んじゃうわけですよね。そういうことが起こると。それを気をつけましょうということですね。そして、アッパマードーチャ断命すこれは、心の対象について不法逸であること。えー まあ先ほどは断面数っていうのは法においてっていうふうにしてたんですけど、まあ、法についてっていうふうにもあの訳すことできる、ね。どっちでも訳せるんですね。あのロカティブっていう格変化なんで。で、この、この場合の断面数っていうのが断マの,あのロカティブっていう形での格変化なんですけど、断マっていうのはいろんな意味があるんですね。ですから、ここであのアッパマードーチャ断面数で、法、心の対象について不法一であること。 でこれは気づきの実践であるっていうふうに言ったんですよこれなぜそういうふうに言えるかというと、ダンマっていう法っていうのは、真理とか、あと教えとか、あと正義とか、あと物単なる物事とかっていう、さまざまな意味があって、あと心の対象っていうような意味もあるんですね。すっごい広い意味を持ってるんですよで。それで文脈ごとにコンテクストによって意味を、まあ、こんなもんだろうというふうに見なきゃいけないんですね。 特にそのインド文化系の人間ではない我々日本人が、その,の,そのコンテクストを読むときは結構気をつけなきゃいけないところもあるんですけど、まあ、この漫画のマンガスッターの場合はあの詩なので、割と解釈の幅が広いっちゃ広いんですよ。三文、うん、<laughs> だと思うと全部の前後の言葉に単語によってあの意味が非常に狭く確定されるんだけど、まあ、詩の場合は割とあのざっくりと 意味を取れるとこあるんで、意味を解釈できるとこあるんで、まあ、あの、あのこういうふうに解釈することもできる。ですから、ここでは、法っていう、ダンマっていうのは、心の対象っていうふうに、あの、捉えました。解釈しました。で、アッパーマーダー、不法逸っていうのは、これは、気づき、サティの実践と同義語なんですね。アッパーマーダーっ,っていうのは、不法逸っていうのは、怠けないっていうことかっていうと、なんかよくわかんないようになっちゃうんですけど、 怠けないというよりは、常に気づいている。目の前の現象に、自分に起きていることとか目の前の現象に気づいているということですね。で、この場合何に気づくかというと、心の対象なんですよね。自分の心の対象になっているものに常に気づいているということになりますね。これが、これがだから、あの、 サティの実践ですで心の最初になるものって、まあ、さっきも言いましたけど、現に美絶心いで触れるも、現に比絶心ですね。現に比絶心に触れるものも結局心でそれを組み立てて情報にするわけなんです、それも心に触れるわけですよね。結局は。あとそのさまざまな概念、先ほど言ったみたいなね。すごい心に触れる。その心に触れるものについて常に気をつけている。サティを気づいている。これは何なのかってことを常に。 気づいている状態ですね。これはまあ結構大変な修行だと思うんですけど、まあこれをでき,できていればいいということになりますね。で、永ン,ンガラムッタマンこれが最上の吉祥です。これが仏道完成の条件ですと。言い訳すればね。いうふうにも言えるわけですよね。でもう一回言うと、アーラティ・ビィラティ・パーパー、え罪を 離れ、やめること。対立道徳の実践をすること。マッジャパーナーチャサンニャも、酔わせるものを自制すること。これ、六根コンを防護すること。だから、アッパーマードチャ断名です。法ダンマ心の対象について、不法律であること。気づきを絶やさない。気づきの実践をすること。エータンマンガラブッダマこれが最上の吉祥です。これが仏道完成の条件です。ということに、えー なるわけですね。なるわけですというふうに私は、えー、解釈してみました。やっぱそんなに間違いではないと思うんですけどね。はい。そんなところで、ちょうど1時間弱ですね。はい。53分になりました。ご清聴ありがとうございました。あの、何かご質問とかご感想とかございますか大丈夫ですか 加藤さん新、ね、新年の抱負ですか新年のですかはい。そうですね。僕は、あの、欲と怒りをもっと減らしたいなと。はい。こんなんですかね、あの、えー、それこそ、あの、なんていうんですか、あの、YouTube とか見始めたら止まらなくなっちゃったりとかするんで。 そうなすよ、ね、あのショートのショート動画みたいなのあるじゃないですか。ええー。こう見ていくとあの長老の切り抜きとかも出てきたりして、はい、それ見てまた全然関係ないやつ、大谷翔平のやつ見たりとかして、あ<ー>どんどんなんて言うんですか、でまた長老が出てきて、ちょっとそこで、なんていうか、落ち着いて <laughs>、また違うの見ちゃってみたいなんで、<ー>気づくと本当に1時間とか経っちゃうんで。 はい、ね、なんかあの、ああいう長老のショート動画あるのにあのあ、全然これ頭に入ってないなと思いながら、<laughs> <laughs> なので、ちょっと欲と怒りを、はい、少しでも減らしたいなと。まあ、なかなかそれはあの、まあ、努力するしかないと思いますけど。うん <laughs> ですね、はい。<laughs> それが豊富です <laughs>。はい。ありがとうございます。あと、まあ、あれですね、あの生サークルの少しでもなんか、もう少しなんかね、あの参加者が増えてくれていいなとは思ったりもしてますけど、はい。私もちょっと宣伝してみます <laughs> あ。お願いします。すごくなんか、あの佐藤さんの講義、すごくなんか分かりやすくて、あのためになるあそ。そう言っていただけると、はい、ありがたいです。はい 今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。今年もなんかいろいろ、年、年、年、しかいろんなことがあってびっくり行程な感じではありますけど、まあまあまあ、なんとか心穏やかにや <laughs> っていきましょう。ということで。うん、ではあの、なんかまたいろいろインフルとかもあの流行ってるし、私もちょっと風邪気味なんですけど、あの、寒さも厳しくなってきましたので、皆さん、あのくれぐれもご自愛ください。 それでは今日はこれで失礼いたします。はいはい、ありがとうございました。はい、おやすみなさい。ういどうも。失礼します。どうも。ありがとうございます。うさよなら。う